さ、高崎の観音様にやってきたんだけど、この参道の店はみんな閉まってるな。やってるところがね、もう貸し物件。ここもやってんのかやってねえのかよくわかんねえな。あ、観音様が左側に見える。この辺の建物も、これはいつ建立したんだっけ、井上工業が。これ、これ左側に観音様が。雪なんでね、来てみたわけなんだけど、骨董品売ってんだな、ここは。下まで来ました。じゃあこっから走ってパッと行ってくるかな。ね、バス停がそこにあるんだ。よし、標識をよく見てるから行くね。よいしょ。さあ、このまま目を外して、よいしょ。安全第一で転ばねえように。つんのめるとね、頭打ったりするかもしれねえから。高野山真言宗、慈眼院。真言宗か。じゃあ真言宗のね、お経を唱えますか。オマクサマンダーバーサラダーセンダンマーカロシャーダーサタヤンタラタカンマン。マクサーマンダーバーサラダーセンダーマーカロシャーダーソヤタヤンタラタラカンマン。ノーマクサーマンダーバーサラダーセンダーマーカロシャーダーソヤタヤンタラタラカンマン。おお、なんかこの前、ここは駐車場でもありません。ここがお寺になってるんだ。あ、あんなハートの LED が、ね、赤い時が。違う、俺の右手がお寺になる。雪の白衣観音、
ほうほう。で、これ体内に入れるようになってる。体内入り口、体内の配管料は、まあ大人300円で子供が100円っていうことになってんだけど、まあよく作ったな。昭和11年に建立。本当に？井上穂三郎、田無三郎なんていうのかね。昭和9年11日、土壌を中心にとして陸軍特別大演習を挙行。白衣観世音建立の首位出資ということで。いやいやいや、すげえね、昭和11年だ。いやーすげえ、よくこんな、あーでっけえもんを建てたもんだね。観世音菩薩だからね。よいしょ、さあ帰りましょう。ということで、時間寺、時間院だね。時間寺は前橋のしだれ桜のお寺になるからな。時間院やってきました。雪のね、いや郵便配達の人も安全を第一に配達してくんないと。ということで、こんな感じ。以上。